はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 R です。螺旋の宿ですね、続けてやっていきます。よろしくお願いします。もうとにかくね、ガツガツと進めていく形になっておりますが、マイクは大丈夫だな。よし、ここの会話は拒絶している、憔悴しきっている。で、ここから出ていくということで、逃げるパートだよね。で、俺はどうするだっけ。溢れ出る上場感だな。でも俺左をね、左キーをしっぱなしで、こっちに逃げられんのかな。無理くさいよね。桜を助けないと。はい、失礼しました。まあ負けるはずないよね。どこかでギアチェンジでもしてきたら大変だけど、あとこの辺ぐるぐる回ってれば絶対負けないでしょ。止まらないでくれないかな、R くん。ちょっと止まられちゃうとね、そりゃ無理だよね。何、会話をもうスペースでガンガン飛ばしていけってことなのかな。ねえ、大丈夫だ、走れるって言ったけど、ここからちょっとそれはね、どうなのっていう、なんだろうな、理不尽な、なんだろうな、これシステム上理不尽な死に方はやめてほしいな。これ無理だろっていうね。場所によるよね。これ相当まっすぐ走って、今のは俺が悪かった。逃げる場所をちょっと考えないとダメか。そうするとこう、まあでも安排はここをぐるっとずっと直線で回っていくぐらいなのかな。で、ああ、こちら側からはもう戻れないだね。で、まず退路の確認か。そうだな、ここまで。で、やっていくしかねえよな。で、下の方に逃げていく感じでいいのかな。結構、さくらちゃんね、こんな世界観だけどしっかりしてるよね。世界観ってか。異世界に入っちゃってるけど、じゃここで待ってて、まあ、こう行くしかねえよな。角だけ気をつけて、あのね、ちょっとこの操作性、この一個のここでさ、よくほら俺突っかえるからさ、なんかないかなと思って、例えばこういうゲームってこう下とね、例えば上だったら入力してるとこうなると行くかなと思ったんですよ。その一番優先される場所に勝手にスルスルって抜けていくのかなと思ったんだけど、どうもそんなことないですね。最後に押したキーしかこのゲーム受け付けてないですね。そうだから左を押しながら右を押すと右に行きます。両方押してもちょっとことごとく、なんだろうな、その仕様の細かいところはね、なんだろう、対策されてんな。俺のやりたいことができない。それも別にそんなにね、卑怯なことではないと思うんだけど、そこまで。こういうところもね、端を狙っていきたいんだけどね、なんかそういうことはできないんだよね。オートでは端にはいかない。危ねえか？あれ？動く？あれちょっと、あれあれ？この後どうすんの？で、あ、もう逃げてる？よっしゃ、俺も行くか。舐めるな。やっぱり赤羽さんなのかな。まあと言ってもね、負けることはないでしょう。負けることはないというか、こっちでいいのか。ここから赤羽さんが、そう、少し本気出してきてるね。飛べるのかい？おお、飛べる。おっと、まだ操作する。ああ、こっち大丈夫かな。ん、どっちに？階段に。行ったか。っていうか、ループまで聞けたかな、今音楽。結構ね、この音楽好き。何？
ふう、日向、2階にいるのか。その前に記録しておこうか。よろしくお願いします。完全にね、今死んだかと思ったよ。目が死んでるんだよな。でも赤目だね、この子。かわいい。ひなた、助かった。うん。赤羽さん、ひなたのいるところには来ないことが多いの。前、ひなたが怒ったからかな。悪い赤羽さん、死んじゃえって。ん？それともひなたがもう死んでるからかな。ひなたが死んでるから、赤羽さん、ひなたとは話してくれないのかな。ひなたは死んでるけど、たーくんは生きてるから、お外に連れて行ってあげたい。出る方法が？ひなたは出られるけど、ん？あ、出られないけど、R は出られると思う。雪圧おじさんも出られたから。雪圧おじさんってあの、登山家の人だったよね。地下を抜けた先の道か。うん。あ、さっきリンと会って伝言頼まれたんだ。忘れるところだった。リンの存在も認知しているのか。伝言。うん。リンとサクラともう一人、ツンツン頭のおじさん。ああ、ユーマか。そう、ユーマ。その三人、洞窟、うん？違う。防空壕に行くって言ってた。R が来たら伝えてほしいって。防空壕って何？安全地帯かな。みんな、大人はみんな洞窟のことを防空壕っていう。防空壕って何？それは説明しよう。面倒だ。と、それで防空壕というものがある。あれ実際は、あれ安全なんですかね。なんか防空壕の中に火炎放射器をぶちまかれる。よくビデオを見るんだけど。わかんない。でしょうね。じゃあ伝えたから。ひなた、たーくんと遊んでくる。え、たーくんも俺は連れていった。何やるね。あ、しまった。やられた。やられちまったよ。防空壕だから逆に行かないといけないんだね。やるじゃねえか。じゃあ今度面倒にしようか。面倒だ。洞窟を最初に作った人が防空壕さんっていう人だから、洞窟のことを防空壕とも言うんだ。は？ R 嘘ついてる。嘘ついてる時のママと同じ顔してる。なんだこれ、なんか栗みたいな口しやがって。ひなたには、うん？嘘は通用しないから。じゃあ伝えたから。たーくんと遊んでくる。はい。で、速攻出てくるってどういうことなんですかね。とりあえず、あ、でもここの足はそんなに速くない。あいつすぐブロックするんだよな。巻いたようだ。この辺からちょっと初見殺しじゃないですけど、各種一発殺しが出てきましたね。離れ？いや、やめよう。防空壕っつってんだから、もう防空壕に行こう。もうこのゲームはね、ん？斧が落ちている。これを使って、入り口を開いたんだろうか。お前も拾ってけ。結構まだ長いのかな。脱出するためにはおとりが必要だ。で、経営者。どうなっている。暗闇が怖い。後ろを振り返るのが怖い。あの絵もだ。捨てても燃やしてもまだ元の場所に帰ってくる。一体何が起こっているんだ。これは現実なのか。すごいな、千年リングみたいな。ろうそくもあると。草、あーもう嫌だなこれ。うん、紙切れを使って行動が記録できる。じゃあ一応記録しとくか。そんなに必要ないと思うけど。意外とまだ長い。あー、またいたね。まあ、あー出てくるね。あ、これ何？こっち来んのかな？ちょっとわかんねえな。まあいいや。あ、ここも？あー、はい。ん？髪切れ。そんな感じか。なるほど、もう、ん？もういるんでしょ。
ここからはもうなんだろうな、メタルギア感があるな。あーあーちょっとあー難しいなこれ。どうしようかな。はい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 。まあ2、3度、4度死なないとちょっと上がんないやつかな。はい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 。もう見つかったらダメだと。はい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 。この操作感でアクションゲームをやらせてくると、なかなか。はい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 。なるほど。ちょっときついんじゃないかなこのゲーム。きついっていうか、この操作感でやらせていいものではないと思うんだけど。あほらほらほら、これだよ、これだもの。じゃあもう強化じゃねえや、セーブしとくか。これはちょっと本格的に難しいな。これ出現と同時に速攻で移動した方がいいんじゃないのこれ。ほらこれだよ。ちょっと待って、もうユーマが、うん、時間が繰り返すだと。ようやく他の生存者に会えたと思ったらとんでもない話を聞かされた。この空間、民宿周辺ではある瞬間が全てが消え、ある瞬間に全てが消え、時間が巻き戻るらしい。バイザー出すと。にわかには信じがたい話だ。事実ならここでは何度も同じことが繰り返されているということか。ループだが、繰り返されるたびに全く同じということではなく多少の変化はあるらしい。建物の構造、起こる出来事、似通っていながらも変化していく。同じことを繰り返す。閉じた円のような構造ではなく、どこかへ向かって伸びていく螺旋のような構造か。化け物の存在だけでも恐怖と混乱で頭がはち切れそうなのに、それに加えて時間の流れまで歪んでいるとは。雪はずすげえな。こんなことが分かったのも一箇所だけ記憶を維持できる空間が存在するからのようで、この防空壕の奥がそうらしい。なぜそんな現象が起こるのか、生存者の彼にも理屈は分からないようだ。腑に落ちない点は他にもあるが、まずは私も繰り返される時間とやらを体感してみよう。消滅と記憶の維持を。松葉かな、松葉雪圧。おいやめろ、そんな図を出すな。何回か繰り返して何回かのうちに脱出できないと死ぬと。死ぬのかわからないけど。でそれぞれ戻ってくる時間が違うのか。ありがとうございます。優しい。で、まあ、行動記録と防空壕ユーマの、もう完全にこれ首ぶっ飛んでるもんな。紙切れはまだ43枚。まあ多分これ余裕というか、多分余裕のあるレベルだと思うんで。ユーマ死んでる。赤おばさんにやられてユーマまで。ん？いや違う、これは。ん？首のあたりを鋭利な刃物で切られている。失血死のようだ。誰が。でここでまず下の右にも行けるし、上の右にも行ける。ようやく慣れてきたんじゃないですかね。おっと、ここはこれはかけるの字だろうか。かけるくんって目がスッとしてる子かな。紫の教官、ここの出口は渡り廊下へとつながっている。一方通行、ここから出るときは気をつけないとな。とにかく渡り廊下に行くための場所なんだね。ユーマ特に何も持ってない、紙片も持ってないのか。おう、ん？カケルの手には大物のナイフが握られている。やめなさいカケル君、自暴自棄になるにはまだ早いわ。うるさいよリン、僕は間違ってないんだ。これが一番いい方法なんだ。こんな髪の毛どうした。お兄ちゃん、あそうだよな。かける、おお来た甲斐ある。君もすぐに楽にしてあげるから。どういう意味だ。まさかお前、そうさ、ユーマと同じように殺してやるってことだよ。なぜだ。
それが君たちが傷つかなくて済む最善の方法だからだよ。ねえ、あれ、ギロチンって知ってるかい？おお、いいですね。あれは一見残酷な器具に見えるけど、人道的な処刑方法のために考案されたんだよ。このナイフにはギロチンには及ばないけど、それでも頸動脈を切ればすぐに楽になれる。痛みなんてないさ。痛みよりも首に熱を感じてすぐに意識を失う。大量の出血で頭が、いや、脳に血が回らなくなるのさ。楽なもんさ。そういえば最初に殺してくれと頼んできたのは君だったな、アール。そうか、カケル君はもう、カケル君もアール君もか、何回か戻ってきてるんだけど、アール君の記憶は吹っ飛んだままで、カケル君は大丈夫だったんだ。赤おばさんに襲われて全身の骨を砕かれて、もう助からないから楽にしてくれと君は僕に頼んだんだ。ここにはまともな医療費もないから、傷を負っても何もしてあげられない。待て、何の話だ。まだ気づいてないのかい。あ、ってことはリンちゃんも記憶は引き継いでるのか。ってことはユーマ、葵、さくら、アール君だけがダメだってことか。この民宿周辺ではある程度時間が経つと全てが消えてまた再生されるんだ。人も物も記憶も失われて、僕たちはまた民宿に着いたところから再スタートさ。でもここにいれば、この場所にいれば、なぜか記憶だけは維持される。うん、どうしてみんなに教えない。え、どうしてだって。僕が何度全員を逃がそうとしたか、何度ここに連れてこようとしたか。アール、君は知らないだろう。一度や二度じゃないぞ。ああ、やっぱりそうなんだね。それは本当よ。カケル君はあなたたち全員が生き延びられるよう懸命に努力した。でもどんな方法をとっても毎回必ずあなたたちの誰かが犠牲になるの。踊りが必要ってことか。時にはカケル君とアール君、あなたたち二人でここにたどり着けたこともあったけど、次のリスタートであなたが死んだわ。ああ、記憶を引き継いでやったとしても若干違うから、それに対応できないのか。今回は葵が殺されたみたいだね。かわいそうに。僕がもっと早く楽にしてあげればよかった。それは違うわ。あなたはそんな方法を選んではいけない。さくらさんを話しなさい。かけるくんはもう一回やり直そうとしてんのかな。いや、やり直す必要ないよね。とりあえず記憶吹っ飛ばして、記憶じゃないや、ね、もう一回時間を吹っ飛ばして戻ればいいんじゃないの。この記憶を頼りに戦った方が絶対いいと思うんだけど。黙れよリン、君まで楽にしてあげるとは言ってないだろう。え、君はこの民宿に何か執着しているみたいだし、僕も君には関われないよ。かける君、今ここにはあなたとアール君、さくらさんの3人がいるわ。このパターンは珍しい。今までよりずっとうまくいってる。そうだよね、ユーマも殺す必要なかったよね。今度は3人で、記憶を持った3人でやり直せばいいじゃない。無駄さ、僕には分かった。この民宿から逃れる方法はない。今期が終わるまで永遠に苦しみだけが続くんだ。ああ、やっぱそのリミットはあるんだね。今までそうやって何人もの人がこの民宿で姿を消した。リセットはされるけど、なんだろう、物とかは引き継がれてんだから、メモとかはさ。僕たちに残された方法はどれだけ悲惨な末路を遂げずに済むか、ただそれだけだ。ってことは何回も何回もナイフで首かっきっていけばいいってこと。ちょっと疲れるな。かける、許さない。こらちょっとこのゲームわかんねえな。なんだろう、この主人公のさ、選択肢がね、まあどっちでもいい時と、なんかなんだろうな、どっちでもいいような時がある。こらふざけてるのかい。なんだろうな、もうふざける余裕が出てきちゃったよ。いいさ、ある。ん？まずは君からだ。ん？ある。最初に言っておくけど、首の動脈を切るのは簡単じゃない。うまくいかなかったら君は長く苦しむことになる。抵抗すると泣きわめくことになるよ。あの時みたいに。と、あ、
フライパン、こんなところで、ん、そんなもので。で、姿勢を崩しながらもかけるは続けざまにナイフを払う。今度は架空の腕にフライパンを叩きつけた。わあ、やっぱりこの世は鈍器が最強武器かな。どうした、その程度か。どうした、急に勇者感出てきたな。ほん